今日ほら、あれがないマウスピースがないんで、触れるかも分かんないね。危ないやったら危ないです。そうそうそう。すんのくれ。
さんいるからインターネットも違うアイフォン選択するようになってきます。トリッキーなんですか。いや、あのワードさんちょっと本当にちょっと面白いThank you.
素人だったからさ、高さとか、高さは関係ない。こんな感じ。素人全然入ってない。外で送れんか。もっと寄って。寄って寄って寄って。何か寄って。いや、っていうか全員が入って、高さも入ってもらって。全部入って。入る。顔も入ってる。すごい前、前来て。もっといいの？もっといい。そこ、あ、その一歩後ろ。そこが全部入る。そこに並んで。その辺がいいかな。その辺に4人でいいと思う。いや、ねっていうか、こういうの。ていうか、これこっち向けとけばいいんだよ。どうせみんなリングいるの。ああ、一緒にならんと。で、まだ始めてないよ。タイトルとか入れてないから。タイトルは何でしょうか。チームどれで、格闘技配信でいいかな。ざっくりね。横になるんでください。うん。あ、こっち。
7秒ぐらいじっとしてて、でカメラ目線でこう、このレンズですね、いきまーす。ちょっと待って、カメラピンモクした、いきまーす。5、4、3、2、カメラ回します。1、上がっちゃうもん、2人が。あんまりシャドウでやりすぎる。
それだったらもう対面シャドウぐらいの感じで。酒抜けてきてんじゃないですか。今日30杯飲んだ。やばいね。仕事入ってて今日それで、あ、米読みってことじゃないけど、見てる人がちょっとまあ面倒見る拾ってください。はい、初彦の一番コメント読むのうめえかな。いやいや、そんなことないっすけど、わざわざ本当に別に全コメントじゃなくて、はい、本当初彦は本当に、もう頑張り20代だから、企画の応援してるよとかね、アイテムいただいたとか、その程度で初彦のコメント読むとファンタスティック花火しか上がんねえ。いやいや、まだまだこうやっていじめる。残り10秒です。とにかく何か試してごらん、あの思いつくこと、膝でもいいし。5、4、3、2、1。あ、ダメだ、1分休憩だけどいい、休憩次でいいか。すみません、
とね、手は手、足は足になりがちだから、手から始めて足で終わるとか、足から始まって手で終わる。そう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 、危ないなぁ。はい、お願いします。助けられた。うん、こんぐらいで、はい、もうそんな何なんも回せないから、マンスピースしてるよ。そうそうそう。いや、俺とワドでやる。
Thank you.
はい、わかりました。お願いします。一番遅くさんは左フックからローキックね、ローキック、これをなるべくちょっと反応させるだけ。そしたらもう、そうですね、いっちゃうから難しく、そうさせて、キュッキュッキュッていいから狙いつけてるんだ。じゃあ別にこれでもいいよ、これでも何でもいいよ、こっちに意識さえさせればいいんだ。触るだけに、ここはすぐ蹴る。こっちでもしカットしたら、バスケットですね。そうですね、ヒカル君ね、あ、やらないかもね。あ、なんか、あ、いい、それでいい、それでいい、それでいい。そしたら俺は顔にやっぱり食らいたくないから、はい、それをさ、蹴り蹴りだけでやってると、はい、簡単に受けられちゃうから、はい、こっちで集中させておいて、はい、こっちで集中させて、ごめん。今何もないのスタイリングで待ってやつ、いいよいいよ、始める時もあるんだよ。しかもそれを持って帰るの、はい、で、モモカンされて一番痛いとこはここっつここでもなくてここでもない、この間にすねでやれば痛いんだから、あるいはもう関節どうかって今手に、そうそうそう、こっち、そこ、そこです。そう絶対手で終わらない、最後は足で、はい、あるいは足から始まった、最後は手で終わる。よし、いいです、よし、すごいな、早いです、もう一度最初、飛ばしすぎないのがいいっすね。こう、スタミナが
この時計があるわけじゃないからセコンドの声しかないんだから。パンチはバッ。で、あともう一回はあのそのスパーリングじゃなくて、うん、その長いジャブに対して自分でやりたいコンビネーション。
しっかり体重を一回こっちに乗せる。でそれを切り返して、こう切り返す。それに手がついてるんだけど。
き分けてる助けるが、これ映ってないから意味ないんだけど、あともう一個言うんだったらジャブ少ねえかな、ジャブもうこっちばっかだもんね、とにかくジャブを出してる。これはね、2つの意味がある。1つは入ってこさせない牽制の意味と、距離を測ってるジャブ出すことで、だから、こっちに行きたい、北村の脳神経いいから行きたい、行けるんだけど、ジャブをなるべく、ジャブもさ、もう止まったまま打つのはジャブじゃないんだよ、きちんと踏み込んで、そのためにね、そのために別に下がっても打ったら出せるからね。そう振り向けた、そうでいいですよ。膝に打ってジャブを出す。それからまあ疲れてきて16だから、もうこうやりたいの分かるし、あれあるだと思うんだよ、フック。逆に、もうこれ全然重いからね。それはもう最後の手段で、基本的にはもうコンパクトに、コンパクトに打って、打ってるんでね、脇絞ってね。ちょっと会場なんかないですかね。楽しそうだよね。まあそれが一番ですよね。でもね、あのいやいや仕事とかじゃなくて、うん、まあボクシングもキックもそうだ、当てっこなんで、当てたもん勝ちなんで、うん、まあ一発で倒そうじゃなくて、いっぱい当てることがないから。でもマヌフ戦の時とか、なんかプランとかあったんですか。あの時はもう、あの下がったら死ぬってことだけだった。そうですね。マヌーブ相手にさ、逃げ場はないんですから、森の中に入ってライオンと戦うときにもう逃げ場ないんで、もうやるしかない、うん、まあ、どうせ死ぬんなら前に行って倒れた方がいい。でもざっくり切っちゃいましたからね。いやあの時だ、死んだなったらから、あの時プロ3戦目だったの。そうなんだ、めっちゃ消えなんだよ、もう大素人なんだよ。すげえ、めっちゃ、まあ、ガタイがね、すごいから成り立ったけど、普通はあれありえないから。マヌーブ絶好調の時だから、あれだから、みんな断って回って、僕の相手も前の試合でマヌーブ立って怪我をして治んなくて、で、マヌーブになったんで、すげえな、すごい、すごい、あれ、いっぱい止まりが欲しくてやっただけ。もう対応できてるんで、例えばどうして
ピードは見るか、はい、スピードだけボディとか空いてたら、右のボディストレートとか出て、そういう経験もね、でもさっきの手から足っていうのをやって、はい、本当は体幹強いもんだ、無理、これだ、何狙ってんだろう。だから、機械君はやっぱりローをカットしない癖があるから、ローをしっかりカットする。ちょっと、ちょっとローを多めにちょっとお願いします。はい、反応してない。はい。上げるだけだよ。45度に足を上に上げるだけ。はい、そう。でもいいよ、いいよ。反応できてる、できてる、できてる。もうちょいロックキックやって。そう。はい。いいよ、いいよ、今すごいよ。スリッピングからロックキック。ミドルキックやってたの。ミドルキックやってたの。おい。アイスキック、いいよ、いいよ、いいよ。自分の得意な足がミドルキックやってた。おい、いいよいいよ、おい、いいよいいよいいよ、いいよ、さまで行ってみようか、膝思い出して、おい、見えてる見えてる見えてる、明るく見えてる、いいよ、おい、いいいいいい。もうね、たぶん殴るは実践だけでだと思う。そミットとかなんとかもう遅い。全然言ったことができてるから、これでやってったらいいよ。OK っす。よっしゃ。よし。8件やばい。入るな。とてもんだ。だから、赤さんが言った、その大振りすると、久々になる限りがあるんだから、なるべくその小さなモーションでね、別にね、強く打つ必要ってないんだよ、脳震盪を起きればいいんだから、小さくていいの、全然。ワンツーショットって一番基礎の基礎の基礎の人ですよ。ちょっとせっかくアドバイスもらったから、コンパクトに、ワドも、ワタル君も、コンパクトにやってみよう。
もろもろ込みで9時半の約束なんで、まあ、もうちょい片付けもしたら、切られたりです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バッツーキーちょっと何言ってるんですか。今言われた、その振りが大きいから、はい、フロートに持ってかれて、体力削られてちっちゃく。でも、あれですよ、蹴るのもちっちゃく。どうですか、モハメドアリの靴ですよ。そんなこと、そういうちょっと待ってください。待ってんじゃん。ちょっと待ってください。2万円ですよ。もう分かった。新車だな。1秒でもない。まだ理屈は分かってる。できてるから、これを数やんないと、なんかジャズぐるっと、ね、そっちと、で、できたら、もうちょいしっかり受けないと、グローブの音が効くよ。はい、あー、上受け、くそー、はい。左、音の音、はい、左、音の音、はい、音の音、はい、左、
五兆余裕。いやでもすごい。なんであるでしょ。あの勝率は50-50だから勝つか負けるからだ。これでも20日これフルでできるようにしますから。すごい。でも今結構なんで普通のマット。いやもう石田さん言うとタイ人の血が流れてるんでやっぱ違う。もうできるから教えていこうって言うもんね。じゃあ次はどうか。ミニドルはいいんだけど、左がちょっと難しいです。左はスイッチっつってこっちに出ながら出るんだけど、もしスイッチができなかったらこっち向いても出るんだけど、前に出ながら。じゃあスイッチはできたら便利だよ、その場でね。そこでスイッチつけるからいいんだけど、難しいから。一歩前に出てくる。黒は2枚ですね。黒は2枚、本当は。イメージとしては、ムチがこう、そうだって、そうだって、4万8000円ボール叩くんじゃなくて、ムチで、もう、負けないですね。負けない。リスナーから一番顔に来たと。間違いない。もう一番だっていう。もうすいません。もうすいません。ワロワロ。あれ、せっかく立ち上がって飲んでるんだけど、パンチミットをお借りしても大丈夫ですか。あとでちゃんと拭いて。はい、ちゃんとちょっとお借りします。マジか。あー、気持ちいい。あれ、水泳の人だ。平泳ぎで世界になった人だ。北島康介。気持ちいい。北島康介さん来てるわ。あのパンチは全てだけど、その一発目のスピードっていうよりかは、次のパンチにつなげる、このスピード速くないと意味がないから、ドーンって言って、ドーンって言って、その間にもういないからね、相手は。ワンツーって言われたら、なるべく腰でもう。それで実際空振りしたり、あの距離が合ってなくてもいいから。じゃあもう今日はあれ、ワードのミットで終わる。どうぞ最後に見せてください。仕上げですね。仕上げで、ね、次ミット。はい、これでいいですね。長いよミットで。あ、ミットでしょ。ただ1分でいっぱい半だよ。はい、かっこよくない。モハメド・アリと同じ靴。何もしたんすか。わかんないけどね。メイド・イン。メイド・イン。ロンドン。ロンドンで。やっぱ違うっすか。イギリス。もう一緒次からだと思う。なんで、なんですか。600円。600円このジーパン何年履いてると思う。何年ですか。6年。6年って長いっすね。愛着がすごい。ストレート、はい、ストレート、いいね。
た。いいね。それ倒すのいいな。ディフェンディングアッパーアッパー。はい、これ見た。はい、アッパーアッパーアッパー。よく見て。そう、はい、アッパーアッパーアッパー。そう。そう、アッパーアッパー。こっちこっちもこっちも。はいはい。ああ、はいはい。もっともっと。残り、1ヶ月切ってるんで、真面目にそろそろやって頑張って勝ちますんで。
芸人チーム、はい、一個も試合なんだね、はい、芸人、芸人なんで、まあ、1ラウンドでそこけようで、ちゃんとやることがあります。お願いします。なるほど。6人も多くの方が、僕だけのことを見にこんなにも集まってきていただいて本当に嬉しく思ってます。明日は朝バトルをやるんで、見に来てください。お疲れ様です。じゃあみんなで最後ね、また次回、スピーチとは言わず、ヒカル君から要望があれば、ね、何回でもやりますよ。また、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。中心にまた多分お楽しみに来ることになるんですけども、いつも、はい、お電話差し上げてお願いします。ぜひよろしくお願いします。おっす、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、それも、あの、それは作戦で、ね、最初はフィリップしか使えなかった。